幸せは身近なところにあるもの。それは家族。夫婦の輪、親子の絆を確かめ合い、深め合う。そんな家族円満のヒントをお届けします。家族円満第1296回。この番組は天理教導遊者がお送りします。おやつのポシェット。兵庫県在住、朝日和代。今年の元旦、能登半島で信じがたいような災害が起こり、一変した町の様子が報道を通して伝わってきました。私が住んでいる神戸の町も29年前の1月17日、大地震に襲われました。嫁ぎ先の教会は新神戸駅近くにあり、当時の避難生活の話をよく聞かせてもらいます。誰も予想だにしなかった天変地異になすすべもなく、日常がどれだけありがたいものだったのかを思い知らされた。そして変わり果てた景色の中で、必死に助け合って復興への道のりを歩んできた。皆さん口々にそう話してくださいます。神戸市の小学校では、年が明け1月17日が近づくと、幸せ運べるようにという歌を歌います。神戸の町の復興を願うこの歌を子どもたちが初めて聞かせてくれた時、私は涙が止まりませんでした。親しんだ町並みが一瞬にして消え去り、切なくて悲しくて倒れそうな心を何とか奮い立たせている情景が目に浮かぶような歌なのです。私は特に、届けたい私たちの歌、幸せ運べるようにという最後の歌詞にいつも感動します。幸せを運びたいという辛い思いをした人たち自らが発する前向きなメッセージに心を打たれるのです。神様のお言葉に、人助けたら我が身助かるとあります。このお言葉は、自分が助かりたいから人を助けるという意味ではなく、人の助かりや幸せを願う心を持つことが、何より自分が助かっていく姿だと教えられているのです。そんな神様がお望みくださっている人の助かりを願う心が、この歌から伝わってきました。私どもがお預かりする教会では、子ども食堂や学習支援を行っています。その活動を通してつながった地域の方から、子どもたちに震災のことを伝えたいとの声が上がり、ある日の子ども食堂で神戸で被災された時のお話をしていただきました。そしてお話の後、参加してくれた子どもたちと一緒に、被災した能登の子どもたちに届けるおやつのポシェットを作りました。被災地には命に直結しないおやつなどはなかなか届けにくく、飴玉一つあったらきっと子どもたちは笑顔になれるだろうという被災経験から生まれた取り組みで、何種類かのお菓子を詰めたポシェットをたくさん作り、それに応援メッセージを添えました。すると、そのポシェットが現地の避難所に届いた翌日、私の携帯に一本の電話がかかってきました。昨日、能登市でおやつをいただいた子どもの父親です。子供がとても喜んでいるので、一言お礼が言いたくてお電話しました。そのお父さんは、美空子ども食堂からの支援だと聞き、インターネットで調べて電話をくださったのです。私がびっくりして声も出さずにいると、お父さんに続いて、お菓子ありがとうと、お子さんが直接お礼を言ってくれるではないですか。私は急なことで慌てましたが、神戸もね、大きな地震があって大変だったけど、みんなが助け合って元気になれたのよ。能登も今大変だと思うけど、助け合って頑張ろうね。お電話
ありがとうね、と伝えることができました。このお電話をいただいて、神戸のみんなの真実が能登の子どもたちに伝わったんだという喜びがあふれてきました。そして、こんなに喜んでくださるなら、継続的な支援として続けられたらいいなと思いました。しかし、被災地の様子は刻々と変わっていきます。避難所ではまだまだ帰宅できない方も大勢おられますが、子どもは二次避難をしているため、人数は減っていると聞きました。その子どもたちにどうすれば継続的にポシェットを届けられるかと思案していると、ある方から、珠洲市で自ら被災しながらも、地域支援のために活動されているメルヘン日進堂という和洋菓子店を紹介されました。そのお店では、被災された方たちの憩いの場として、助け合いカフェを開設していて、その方曰く、そこの社長さんだったら、おやつのポシェットをカフェに置いてくださると思うよ、とのことでした。そのお店の支援活動については、今年3月の天理時報に大きく取り上げられていたので、こんな素晴らしい活動をされている真実の方がいるのかと、私も感動と勇み心をいただいていました。早速連絡してみると、お店の再開準備で忙しい中を心よく引き受けてくださり、ポシェットを店内に置いていただけることになりました。こうして神戸の子どもたちが心を込めて作ったおやつのポシェットと応援メッセージは、メルヘン日進堂さんの素敵なお店を窓口にして地域の子どもたちに届けられています。このような巡り合わせをいただけたことが本当にありがたく、親神様、親様に心から感謝申し上げています。天理教の教祖、親様は、一房のぶどうを手に取って、小さな男の子におっしゃいました。世界は、このぶどうのようにな、皆、丸い心でつながり合うていくのやで、と。この度のご縁が、このお言葉を思い出させてくれました。人と人とがみんな、丸い心でつながることで、笑顔が生まれ、心が温かくなり、力が湧いてくるのです。これからも、被災地の一日も早い復興と、人々の心の安寧を願い、小さな取り組みではありますが、心をつなげていきたいと思っています。天理教教祖中山美希様、親様直筆によるお筆先は、天理教の原点の中で最も重要なものであり、教えの根幹をなすものです。この世は、理で攻めたる世界なり、何かよろずを歌の理で攻め、攻めるとて手差しするではないほどに、口でも言わん筆先の攻め。何もかも違わんことはよけれども、違いあるなら歌で知らする。理で攻めたる世界は理詰めと解釈できるでしょう。この世は理詰めの世界である。その理合についてはすべて歌でもって説いていく。決して手で指し示したり、また口で言うのでもない。筆先を持って教え諭すのだ。そして何か通り方に間違いがある場合にも、それは歌によって知らせていく。ここに親様の深い親心が感じられます。直接口に出して間違いを指摘されれば、あまり面白くないと感じる人もいるでしょう。そこで自ら悟っていけるように話を進めてくださるのです。しかも普通の文章、いわゆる散文ではなく、歌で示すことによってわずかな字数の中から深い意味合いを感じ取れるようにお計らいくださっています。
ゆえに、だんだんと筆に知らしてあるほどに、早く心に悟りとるよう、これさいか早く悟りがついたなら、身の内悩み涼やかになる。このような神の思いを自ら悟ってくれ、とのお歌も多いのです。しかし、この親心がわからない人間の側からすれば、そんなじれったいことをせずに、そのものズバリを言ってくれた方がわかりやすいのに、との思いが拭えないのです。そこで、言わん言えんの理を聞き分けるなら、何かの理も鮮やかという、とのお言葉をかみしめなければなりません。言わん言えんの理、つまり神様の口から、ああせいこうせいと言われてから行動に移すようでは、鮮やかなご死後はいただけないのです。お筆先全1711首の最後は、これをばな一列心思案頼むで、とのお歌で締めくくられています。親様は私たちにどこまでも自ら思案し、神の思いを悟ることを強く望んでおられるのです。家族円満第1296回、天理教導遊者がお送りしました。